はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。 G ジェネレーションジェネシス機動戦士ガンダムダブルゼータステージ5、明日の栄光のためにやっていきたいと思います。ダブリンのコロニー落としが成功したと見ると、ハマーンは空の制圧を急いだ。その情報をつかんだ俺たちもアーガマを地上に残したまま空に上がった。月で製造されてるっていう新たな機関ネール・アーガマを受け取るためだ。ところがエユーゴのお偉いさんはネール・アーガマに乗せないって言うんだ。君たちが地球でネオジオンと戦っている間に、こちらも組織を整備する時間ができた。もはや子供に頼る必要などない。これからは大人の問題だ。おい、レッチャー、地球連邦の偉いさんたちとちっとも変わらないじゃないか。軍の編成に子供が口を出すのか。俺たち実戦はきちんとこなしてきたんだぞ。アーガモの作戦がうまくいかなかったのはエウーゴの参謀本部が本気でハマーンを叩く気がなかったからだ。エウーゴが本気でないだと？だからサイド3をハマーンにやっちまうんだろ。貴様ら、頭に来た俺たちはネール・アーガマを乗っ取った。どうすんだよ、ブライト艦長は。しばらくラビアン・ローズで休暇を取ってもらうさ。お年だしね。お前たちが苦労かけ通しだったからブライト艦長白髪が増えたんだぞ。とりあえずサイド3に向けて移動でしょ、ビーちゃん。そうだ、最終的にはサイド3に乗り込む。ハマーンと一騎打ちをするんだからな。行こうぜ艦長代理。よし、全員配置につけ。ネリアガマ発進。一方、宇宙に上がったハマーンは地球連邦からサイド3のコロニーに入り、着々と地球圏侵攻の準備を進めていた。だけどここであのグレミーがハマーンを裏切ってアクシズを占拠。ハマーンに反旗を翻した。ネオジオンはハマーン軍とグレミー軍に真っ二つに分かれてサイド3で睨み合っているってわけだ。さて、どっちと戦えばいいんだ。今ザビ家の血筋をめぐってジオンの戦いが始まろうとしていた。ハマーンかグレミーか、どうする。自動明日の栄光のために。なぜまだここにいるのか、マシュマン。ここを留守にしてはハマーン様をお守りできません。マシュマンはハマーン派ですね。出てこん。グレミーだよ。目の前の危険を排除するのがお前の役目だ。はい、ハマーン様。新しいバラだ。このバラをお前に与えよう。この花のために戦うのがお前の任務だな。はは、花のために戦ってんの。よし、私の息の香り、私の肌の香りをこのバラに与えた。その私が言うのだ。行け。は、完全になんか宗教だな。カルト宗教って感じがする。まあ確かにマシュマーさん強化しすぎちゃったね。
グレミー派についた人たちってどういうあれでグレミーについたんだろう。まあ、ラカンダカランとかはわかるけど、一般兵ですよね。一般兵からすればね、多分ハマンでもグレミーでもトップはどっちでもいいと思うんだよね。グレミーの方が給料がいいのかな。給料2倍出すって言ったらそりゃ給料2倍出す方につくでしょう。いや俺ちょっとハマンの方がいいけど、給料2倍って言われたらそりゃグレミーに行くよっていう。だって軍隊なんてさ、ね、何百人何千人っているものだから さ末端兵がさハマーンにつこうがグレミーにつこうがってそんな思想は持ってないと思うんだよね。待遇の問題だよ、待遇の問題。ジオンの兵士たちよ、もはや忍従の時は去った。諸悪の根源はミネバ様をいただき、欺瞞あふれるジオンを受け継ごうとしたハマーンカーンにある。真なるネオジオンをこの手に握るのはハマーンの首を我が面前に捧げる諸君らである。さすればこの宇宙圏の英雄として末代まで称えられよう。まあそうだよね、ハマーンを裏切ってグレミーに来るってことはやっぱそれなりの待遇が必要だよ。ブライト艦長から命令書。てかネイルアガマのクルーって何人くらいいるんだろう、乗っ取った後。アルビオンが確か200何人でしたよね。でまあトーレスとかは来てるから、他の乗員たちも来てんのかね。戦艦1個動かすんだからそれなりに、だって乗員がいないと無理でしょう。あとこいつらのさ、飯どうしてんのっていう毎日レーションとかだとやってけないよ。コックさんがだってそれこそ何十人って必要でしょう。あとエウーゴって、あそうか、支援しているところからお金をもらってるのか。軍からは多分出てないよね。軍とは別ですもんね、英語は。まあ陽動は難しいからね。まずはグレミーを叩くの。バカランチンって何語？
戦闘空域なんだ一応宇宙でも。まあそりゃ飛んでる感があるからね宇宙は。悪いやつだということだ。わかりやすい。こういうわかりやすい説明をしてくれる人がいいよね。専門用語を並べ立てるよりわかりやすい言葉に置き換える、それが一番ですよ。この戦勝てるぞ。なんか強化って言ってるけどさ、ドーピングみたいな感じだよね。ドーピングをやりすぎた。出たドーベンウルフ隊。なんでラカンダからのドーベンウルフだけメガランチャーが縦に向いてるんだ。そしてクイーンマンサか。こっちがきついよな。これが最後の出撃ってことは前半戦とかはないかな。お兄ちゃん、ネイルアガマ武装によっては欲しいね。ここら辺からちょっとね戦艦がやっぱり欲しくなるよね。アーガマ、ネイルアガマ、ラーカイラム、そろそろ変えたいよな。1体ずつ出てるけどさ、カタパルト3つあるよね。3機いっぺん出ないのかな。出撃が遅れているぞ。電車の遅延みたいな感じかな。まあでも多分次はいないよね。先発の出撃が遅れているので後発の出撃が1分遅れておりますみたいな。マーク2っていうところがな、全くパラメーター変わってないからね。
て出撃。ザンジバルとホワイトベース、これでいきましょう。プル2を撃破、柔道がプル2を撃破で、これフルアーマーになってる。おお、なってるね、いいね。ほうほうほう、フルアーマーパージ可能。これはね、ぶっ壊されてもいいってことだよね。あ、ダブルゼータって一応バイオセンサー積んでたんだ。え、超強くね。超強気で攻撃防御20、超一撃で40上がんの。フラマダブルゼータマジ強えわ。これ別にもう突出していいでしょう。羅漢だからなんて楽にぶっ倒してやるよ。ゼータがね、ハイメガランチャーがないんだよね、この時のゼータは。あ、一歩遅い、マーク2。マジか。ネイルアガマ、ちょっと武装見よう。あー、ハイパーメガ粒子砲と艦砲射撃か。ミサイルはない、なし。ラカエラムが来たらラカエラムを作ろっかな。ニューガンダムの時代の。もうここが終わればニューガンダムですからね。とりあえずこれでいいかな。あれ、下にいたね今。てかひどい、ひどくない。いや俺が悪いんだけどさ。え、いるの、俺が挟まれてるだけじゃん。なんかグルミーを先に叩こうみたいなこと言ってるけどさ、結局俺が挟まれただけじゃん。5000ってね、結構痛いんだよね。マジか、ちょっと迂闊だったな。まあ先にこいつらを倒すとして、ノベル1万4000万だ、めっちゃ強えな。ゼクツバイで1万当たるかな。攻撃力はね、だいぶ強化したんだよね。ビームスマートガン、どうだ。1万258倒したね。結構ギリだったな。そうするともう多分サイコガンダムとかでも一発で倒せないんじゃないか。1万4000は全然いかねえわ。いや、ドーベンウルフはほんと強い。これでいいか。てかこの配置だとさ、羅漢だからんとマシュマとか絶対戦わないよね。先にどっちかを撃破することになるから。さて、ちょっとじゃあこっちの方のドーベンウルフを排除しよう。メガ粒子砲でいいか、強いかな。で、1万台ってか、そう、ゲーマルクになったんで、ゲーマルクはいけるでしょう。ちょ、マザーファンネル見てみよう。お前らの好きになんかさせてたまるかよ。バカな、強っ。で、ゲーマルクってなんだっけ。あー、このまま退化していく感じだな。いやー、まあキュベレーはさ、あれだけど。ハンマハンマとかか。ゲーマルク強いね、やっぱり。さて、ゲーマルク対ドーベンウルフ、これさ、一斉射撃とか倒しちゃうんじゃないか。どうしようかな。
G04 とかね。うちのチーム体調機が弱えかんな。メガランチャーか。増票どもが調子に乗るな。攻撃の手は休めん。ここで蹴りをつける。6900。人思いに楽にしてやる。うおー、ハイパーメガ粒子の嵐だ。紅白あった。めっちゃ強え。やばい。旧式のモビルスーツで戦うっていうのはマジ辛いな。まだ動く。まあ確かに7600か。ダブルゼータで倒せっかな。攻撃力はあるからね、ダブルゼータ。ハイメガを使うか。で、戦艦所属だからね。戦艦に返さないといけないからな。おわ、いけ。消えろよ、あんた小僧が。憎しみは憎しみを呼ぶだけだって分かれ。何事も教科書通りにはいかないんだよ。許せないんだよ、あんたみたいのは。国乗るな。なぜだ、なぜやられた。いや、お前はよくやった。うちの G04 がマジヤバいからな。一旦ちょっと帰ろう。さて、ダブルゼータもちょっと収容しよう。いやきつい。リターンとかできないよね。クイーンマンさん出てくっか。これ G04 狙われたらやばいぞ、ファンネルで。まあ、下はちょっと置いとくとして。ああ怖い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 。さてちょっと帰還しよう。いや、ゲーマルク帰還しなくていいか。マスターユニットは多分大丈夫だな。でこのままミサイル一斉射撃で量産バウ。いや、さすがにこっちの方が弱いね。でシャオの方、ジホ君体調機みんな1年戦争だからな。7000、これ7000って当たるんだっけ。ギリギリだな。ジオングって攻撃力30上げて270か。マーク5出すか。マーク5は火力があるはずだから支援入れれば倒せる。6500の6200。ああ危ねえ危ねえ。ドーベンウルフだったら倒せなかったとこだ。ドライセンだからなんとかなったな。260か。300欲しいよね。で、アナベルガトーはな、アナベルガトーのね、レベルが低いからね、アトミックバズーカ、外す恐れがあるからな。ここは、ちょっと火力の高いミサイルでいこう。64% か、どうしようかな。ジオングの支援も入れとくか。経験値がだいぶ分散しちゃうけど。おお、回避された。ガトー少佐マジか。で、クイーンマンサはちょっと次のターンに倒そう。とりあえずゲーマルク一斉射撃とかめちゃくちゃ強いな。あ
エネルギー消費が激しいね。その代わりまあマザーファンネルかな。そうするとこれコスパがいいね、かなり。で攻撃力は高いからエネルギーを上げていこう。メガ粒子砲でいいか。さてそっからブルーディスニー、これはもうちょっとエグザムを使わないと。6400はきついぞ。よーし、これでもだいぶ底上げしてるからね攻撃力プラス120とかねプラス120でこれだからな。どうしようかな。これはもう強化先がないんだっけ。ってことはうちのダミー受動を出すか。ちょっと G フォートレスになってんな。変形させて、ダブルビームライフルと、ビームライフルでいいか。5900ダブルって言ったらめっちゃ強いな、やっぱり。よし、でネイルアーガーもちょっと進めての、で柔道を出しておこう。柔道だけでいいよね、別に。でもし柔道を狙ってきたらそのまま反撃して、こいつは一応出しておくか、そのまま。よし、 OK。 こいつら頑張ってるよな。ザンジバルか、これ結構怖えな。こいつ子供の遊びじゃないんだよ。いや俺は完全おっさんだ。7500か、2000しか当たんないのかよ、マジか。俺はちょっと総攻撃をかける必要があるな。アイフィールド持ってたっけ。持ってんだか持ってねえんだか分かんねえしあ、持ってるよね。ってことはファンネルでいいか。支援は入れよう。支援のハイパーメガ粒子砲ってこのアイフィールド見れねえし、艦砲射撃にしとくか。あ、無理だ。柔道柔道ハイパービームサーベルでちょっと支援を入れよう。拡散メガ粒子砲か。人の悲しみをわからないならもらった。5000当たるか。怖いけど逃げちゃダメなんだ。楽勝楽勝、落としてみせるって。攻撃開始だ。来い、俺の本気を見せてやる。1ヒットしかしてないな。気持ちが悪いの消えて。くそ、うー、食らったか。さすがに強い。12000。いい勝負だ。グループ攻撃ってどうなの。10700、ちょっとやってみよう。敵に乗せられるな、確実に仕留めていけ。敵が固まっています、一気に殲滅しましょう。援護できますね。敵の動きは止まっています、今です。悪いが、ここで決着をつけさせてもらうぜ。これなんだ、攻撃コンビネーションで攻めるぞ。繰り返せば各方山各区に迎撃もらった。周囲の敵を追い払うのです。よしよしよし、いい感じだ。これで柔道のビームサーベルで倒せるでしょう。基本的にダメージは変動しないからかわされなければいいんで、
さらばだ。プルツ、お前は騙されているんだ。プルのことを思い出せ。兄弟のことを。ダブルゼータ、ジュドウか。お前は利用されているだけだ。プルツ、お前は人形でいいのか。人形。そうだ。お前は長い眠りの間に他人の考えた指示に従うように作り変えられた人形だってなんで気づかないの。私が人形。そうでなきゃ女の子に戦士なんてできないよ。バカな、私は私だ。戦いを楽しんでる奴なんかに負けるもんかよ。そこだ。6000当たったね。あ、クリティカルが出たのか。そういやフルアーマーダブルゼータ持ってないからゲットゲージが上がったな。グレミーと一緒にいた方がいいんだよ、プル2にとっては。月面都市フォンブラウン。セイラさん、セイラさんもな、もっと活躍してほしかったな、いろいろと。それは今アムロが探っているよ。ネオジオンの兵士たちよ、我らはザビ家の正当なる後継者ミネバザビ様を擁するジオン公国の正規軍である。ザビ家に背く反乱軍を鎮圧し、地球圏にネオジオンの旗を掲げるのだ。ネオジオンのために、ネオジオンの栄光のために。あれ、これはなんだ。ゲーマルク出てきたか。久しぶりにゾクゾクする。行くよ、ニー、ランス。はっ。
グレミって結局どこまで昇進したの？ハマーンの元で。それが消えてないんだ。オールドタイプのグレミーには分からぬことだ。あれ、グレミーってニュータイプだったっけ？そういやクイーンマーサー乗ったね。街中に行かないのかな。宇宙でけちっか。おお、ジャムルフィンが出てきた。そういやこいつ持ってたけど全然使ってねえな。まあ、まずはこっちを勝たすか。ニュータイプ部隊、あ、フルクローンになってる。どうすっかない、待ってたらな、こいつらが来るからな。収容してこいつは、そうか、行動しちゃってるから。ザンジバルがどこまで行ける。攻撃できれば周りのやつらは排除しよう。いけるね。で1万2000か、量産キュベレーは。サンドラとかもいるんだ。量産型バウト、ドライセンはパクるとして、グアンバンは特に何もない。こっちは積んでるか。ちょっとじゃあハマン様を出して確実にちょっとファンネルで倒そう。8500。1万いってほしいよな。攻撃力を集中的に上げていこう。で、このヘイズルを出して、あー、これだいぶ強いね。でもちょっと射程が、アンネローゼ15レベルか、だいぶ育ってきたな。精神統一、サイコガンダム、サイコガンダムは圧倒的な力があるわけじゃないからな。まあ強いは強いっていう。さて、ダブルゼータとブルーディスティニーまだいけるか。そっか、こっちは戦艦が動いちゃってんだ。ネイルアーガマを動かして、左は左で先に部隊を展開させておくか。戻そう。よし、 OK。 てかハマーンは出てきてなくね。ハマーン様を狙ってきたな。グレミうちのハマーンめちゃ強えな。え、グレミってだってさ、ファンネル使ってきてるけどさ、どうなの？支配撃しよう。リフレクタービット。私に逆らったのだからな。その報いは受けてもらうぞ。貴様ごときにクイーンマンサーが操れると思うな。己の無力を知るがいい。めっちゃ普通に操ってんな。しかもかっこいいこのパネル。甘いな。行く、ファンネル。ファンネルとはこう使うのだ。私の記憶を奪ったのはお前たちだ。待ってくれたの。2ヒットして7600かよ。4000、
3000 マジですか。これ量産型バウか。いや攻撃しとこ。あ倒せるね、倒せるねっていうか結構ギリだけどな。300あってギリか。あれ今のもしか出てきたやつ普通にさ倒しちゃったけどさまあしょうがない。おお変形してきた。じゃあホワイトベースを進めてメガリストで攻撃。さてさてさて、ここはハイパービームライフルで7000。ハイパービームライフルで7000は無理っぽいな。メガビームランチャーの射程に出よう。であとはねちょっとねリックディアスね、リックディアス鍛えたいんだよね。ただリックディアスもな火力がないからな。この2人でうわハイパービームライフになってるちょっと先にこっちにしよう。これで倒せるかどうか。12800、8000の5000、まあ大丈夫だな。これでこれとこれでいけるかどうか。5300、5800無理だね、やはり無理か。ゼータプラスを出そう。ゲーム歩く一応上に持ってこう。さてじゃあちょっとこのターンのうちにグレミーは倒しておきたいんで、まあ、最後ダブルゼータで決めるとして、艦砲射撃で 56% か。これはなんとなくミサイルにしとこう。対応型13000、やばい。グレミーってどうやって見た効果。覚醒値100はあるんだ。さてどうしましょうかね。そうするとグループ攻撃12000、11900、ちょっと倒しちゃったら嫌だからセーブをして、いやまあ別にダブルゼータでさ倒さなくてもいいんだけどさ、あてかルーで倒そうかな。ルールカでゼータガンダムを出して、まあ、まずはちょっとこれで減らしておこう。 100% 回避で 100% か。突っ込んでやる、あんたも来なさい。このまま一気にやらせてもらう。一気に攻め立てるよ。もういじめられたくないんだ。何やってんだろう私。ここで一気に叩くぞ。敵は手強いわ。飛んで火にいる、みんな気をつけて。まとめて落とそう。飛んで火にいる、なんとやらか。恐れずに進みましょう。今こそが好機です。戦艦がもうめちゃくちゃ撃ちまくってんだけど8000か。ゼータでね4000当てられるかって言ったらそれはね、かなり厳しいと思うんだよね。グレネードランチャーとかじゃちょっと無理でしょ。もう一回誰かで殴る必要があるか。ハマーン様であれば多分かわせると思うからな。 64% か。ちょっと殴ってみよう倒しちゃった私は何の迷いもない。私はジュジョン、ブルズーを助けて。ブルズーは私たちのところへ来たがって
てる。わかっている。ブル。ダブルゼータ面。ジュド、連れてって。グレミ、プル2は返してもらう。戻れ、プル2。返してもらうって、もともとはだってグレミーが作り出したんだよ。死んだの、グレミー。グレミーの波動が消えた。あ、そんなにいっぱいグレミー派についたんだ。相手も一人だ。残念ながら一人じゃないけどね。受動は明日、決着をつけよう。てかノーマルスーツを着ないこだわりって何なの？よし、キベレンをレベルをどんどん上げていこう。この戦艦はじゃあもう倒していいんだよね。ちょっとでかくて全然進めねえな。拡散メガ粒子砲のピンポイントで2万6000当たるかな。ピンポイントすれば全然余裕だな。対大型があるからか。よし、こいつらはもう大丈夫だから全員帰還させて。戦艦がね、動いちゃってるからね、もう。できれば、このターンのうちにいろいろやりたかったけど、ちょっと無理だな。だんだん近づいてきたな、マシュマーが。このミンドラ、おお、反撃ができる。で、こいつらはパクロー、パクロー、パクロー。ビッグリアスでな、倒したいな。グワンバン、反撃は不可能か。ピンポイント18000、ビッグディアスどうかね。13000、じゃあゼータプラスでいくか。16000か。よし、これで3レベル。5レベルか。何これ、ハミングバードとか。聞いたことないな。もう全然わからんわ。ちょっとこいつは帰還させて、ゲーマルクでまず一発、まずわかんないしか無理か。25000、よし、ここでゼータプラスで倒そう。どうせだったら経験値プラス、これをゼータにつけよう。ビームスマートガンが強いのか。落ちろ。そうやすやすとやられるわけにはいかない。
場所で。これでグレミリンを完全に壊滅したな。2レベル上がったね。覚醒値13とかめちゃくちゃ上がったな。あ、デルタプラスか。なるほどなるほど。戦艦はちょっと一歩上に行って回収せんといかんからね。でネイルアーガマーは回答しようも。でこいつも回答してザクス D とかもう仕留められそうだな。艦砲射撃、うわ 48% か。ちょっといや、ビーチャーが弱すぎんだよな。一旦ダブルゼータを出すか。ダブルゼータで減らそう。別にダブルゼータで倒すことはないでしょう。貴様も私の前に立ちふさがるか。あんたの相手をしてる暇はないってのに。うん、強い。ほんとダブルゼータ強えわ。じゃあどうしようかな。ジェックツバイザー全然レベル上がってねえな。クラハマーン様の敵となる者は生かしては返さん。8700か。そこまでして戦うか。25レベル。こいつもちょっと減らしておくか。ちょっとゼータガンダムだよな。調子に乗るんじゃないわよ。5000か。8200くらいだったら当たるよね。そんなんじゃ私は止められないよ。爆発が小さい。マシュマロの爆発はでかかったのに。よし、これで3レベルになってザク3か。はあはあはあ、ザク3。あれ、ザク3ってでも持ってなかったっけ。バーザムゼクアイアン、ここら辺か。一応こいつは動かしておこう。よし、OK。反撃できるときに反撃をしておいて、これで減らせられるのはでかいな。ここ機体だけ見ると結構すごいよね。クイーンマンサとか出てさ、さらにこいつらがいるんでしょ。経験値稼ぎにはいいかもしれないね。ネイルアーガマも、まあ、やろうと思えばゲットゲージ上げられそうだからね。ビーチャーだから嫌だけど。弱いんだもん、ビーチャー。じゃあどうしようかな。本当はガンダムマーク5をね、上げていきたいんだよね。アッシマとか。今更だな。てか、アッシマしかなくね。別にサイコガンダムとドーベンウルフはもういいし。じゃあこいつもいいか。大丈夫か。じゃあこっちのヘイズル、まあ、これをこっちだな。そうするとってことは、だってヘイズルでさ倒せんの6000。
シャアでさえ7800しか当たんないからな。パーフェクト準備の攻撃力か。もうちょっとここら辺本当追いついてないな。でこれで減ってる方を攻撃する。これ頭部でいいでしょさすがに。5200だからね、弱すぎだな。このロングランチャーでようやく倒せるという感じか。まあ、ズサだからね。ダブルゼータになってだいぶモビルスーツの強さが変わってきたな。戦艦はちょっと足並みを揃えていくか。解凍してこれはただ狙われそうだな。ネイルアーガマが、まあしょうがない。めちゃ食らう。メガディシコディか。おー、エンドラも出てきたか。あれはマシュマロ乗ってたエンドラだよね。積んではないか。ということはまずこいつをここに移動させて、艦砲射撃レベルを上げていこう。ブライトさんの2700とか必要なんだ。さてさてさて、やっぱりこれだな。アムロ、あれ結構当たるね。ズサだからか。ではここはちょっと倒させてもらおう。てかさあと1だったし経験値。リックディアス200攻撃力200か。忘れた。こっちこれは100式だな。5レベルまで上げるかリックディアス。それでこいつらが来てるね。もう一回かわせそうな感じがするけどな。どうしようかな。出すか。でミサイルでこっち。これ隊長機だよね。よし、まだ1万3000あるか。まずアトミックバズーカ要員両方で 51% とか。マジか。アトミックバズーカも射程が本当難しい。ピンポイントに入ってなおかつこいつにも入るとこ。ほら、戦艦殺しのガトー。攻撃力が弱い。ちょっと待って、エネルギーを鍛えるか。オプションパーツで底上げできるからね。まあ両方底上げはできるんだけど。大型機乗り、そうか、ノイエジールに乗ってたからね。そこからスキルが使えないっていうのがな、痛いよな。アトミックバズーカーさえ当たってくれればいいけど、 51% 外したか。アトミックバズーカめっちゃ外れんな。じゃあヘイズルでいくか。5000なんだ。でもちょっと待って、うおーめっちゃかわされる。じゃあゼクでいくか。クラブ、クラブここじゃ当たんねえんだ。
何こいつ、まず超エースパイロットなんだけど。めっちゃかわされるな。もうどんだけ戦力投入してんだよ、ハマン様。ハマン様もかわされておる。ジョニー・ライデン、ミサイルポット、ようやく当たった。すべての戦力を出し切ったな。でもガンダムマーク5も上げる必要ないからな。こういったの変えろ。でちょっと邪魔だから捕獲をしておこう。で下のやつらはまだ当分来ないな。っていうかさ、ここめっちゃ固まってんだって。ハマーン先に倒しそうだな。ハマーン倒したら終わりとかそんなのないもんね。ハマーンが倒れても戦い続けるのかこいつらは。とりあえず全員返そう。まずはから出るときにスキルって使えないのかな。出してないと使えないと。戦艦から出した瞬間に使えないからね。まだ大丈夫だよね。どうしようかな。まあこんなもんか。柔道を出すだけ出そう。柔道は別にね大丈夫だと思うんだよね、普通にハマーンとか使って。よし、ダブルゼータは普通にほんと強い。うわあ、とか早めの剣も当たるんだ。キャラ先走るな、状況を考えろ。柔道か、久しぶりだよ。柔道明日4700、さすがだ。ちょっと待って、さすがにエネルギーがなくなるな。行くぜ、後悔すんなよ。柔道男には厳しいな。ダブルビームライフってか半分じゃん消費。うわー、さすがに強えな。やっぱキベレファンネル使ってこないのかね。ハマーン、あなたには見えているはずだ。戦いで無駄死にをした人の意志が、人の思いが、人の意志が力となっていくのか。これがニュータイプ。しかし人は生きる限り一人だよ。人類そのものもそうだ。この程度たやすいな。こいつやられっぱなしでいられるか。いや普通に強え、マジ強え柔道。これもう次で倒せるでしょ。まあ、ちょっと先にこっちの部隊を倒しておくか。その前にここら辺はあれがないんだな。命中率アップをちょっとやりたかった気もするけど、艦砲射撃でこいつをなんとかしよう。倒せなかったか。できれば倒して経験値にしたかったんだけどな。ビームスマートガン、
ロイヤルガードの私が。っていうほどでもないけどね。これでね、スキルでね、命中率が上がるやつ。ロックオン。届かねえし。そんなに指揮範囲広くなかったわ。艦砲射撃でこっち。反撃してくるんだ。そうか、なんか射程の長いやつ持ってた気がすんな。で、リック・ディアス。今はリック・ディアスが流行りだからね。ゲーマルク4000は当たるでしょ。この私に歯向かってきてさ、生意気なんだよ。まあギリギリではあるけどね。私は誰だと思っているんだ。キャラすんだよ。私はキャラすんだぞ。よし、テンションが上がった。いいね。テンション上がって7900が当たるかどうかだよな。なんかすげえ無理っぽいな。しっかりと安全に倒していこう。安全に。こっちが回避されたか。まあいいや、それはそれで。経験値は俺のものだ。キャラ様、これ以上あって。キャラ様はもういないよ。まあ、あとは下のやつらを倒していけばいいでしょう。あ、そうか、サダランか。サダランもな、いいよな、欲しいよな。で、ガルスジェイとか乗っけてるから、こいつはパクる。さてさてさて、じゃあちょっとハマーン様にはご退場願おうかね。ダブルビームライフル。お前が見せてくれたように人類すべてがニュータイプになれるものか。その前に人類は地球を食い尽くすよ。そんなに人を信じられないのか。憎しみは憎しみを呼ぶだけだって分かれ。憎しみを生むもの、憎しみを育てる血を吐き出せ。吐き出すものだとない。やめろ、これ以上やっても無駄だ。私の負けだな。ハマ、その潔さをなんでもっと上手に使えなかったんだ。持てる能力を調和と協調に使えば地球だって救えたのに。アステロイドベルトまで行った人間が戻ってくるっていうのはな、人間がまだ地球の重力に縛られて飛べないって証拠だろ。だからってこんなところで戦ったって何にも。そうさ、探しお前らのおかげで地球にしがみつくバカどもを抹殺できなかったよ。すべてお前たち子供が帰ってきてよかった。強い子に会えて。いやー、さすがにゲットゲージは無理だな、これ。ゼータの二の舞になる。やろうとすると。あとは、もう残存兵力を排除するだけですね。おお、狙ってくるか、サタラン。さて。サルベージをしないといけないから、まあ、全員倒しちゃうとあれなんで、
残ったやつは残しておこう。じゃあこっちの部隊のレベルを上げていくか。エグザ。なかなかだね。ダブルゼータ。ダブルゼータと組ませればまあなんとかなるからね。ダブルビームライフル、射程も長いしな、使いやすいな。スパロボとかだとね、ダブルゼータかなり癖のある機体だけど、 GGN だと高火力なんでめっちゃ強いんですよね。で帰って、サダランが別に残るから大丈夫か。間違えてサダランさえ倒さなければ。サダランは積んでないですからね、モビルスーツを。この中でレベルを上げたいと。ゼクツ Y はもう大丈夫でしょってか。あれ、俺ザークスリー持ってたっけ、なんか忘れてきちゃったな。このヘイズルを鍛えないといけないから、6900。当たるね。ハイスピード。さすがだな、シャワー。これで倒せるはず。あれ、ララーの方がレベルが高い。いや、頭部メガ粒子砲で倒せない可能性があるから、こっちだな。あとは出てきたやつだと戦艦を排除すれば OK。 減らすだけ減らしとくか。で、これは全部かわすと、まあ、パイロット能力はね高いからね、回避率はやっぱりあるよな。そうだ、戦艦には反撃してもよかったな。サダラン反撃不可能か。艦砲射撃でとりあえず殴ると。で、ロングバレルビームキャノン。13000はさすがに大丈夫だね。あ、しまった、ザンジバル動かしたサルベージがサルベージができん。サルベージは確かね、ザンジバルしか積んでなかったと思うんだよね。ないね。ここはビッグディアス、どうだろうな。戦艦2体倒すか、こいつで。じゃあちょっと G04 を普通にメガビームライフル、いや、ハイパービームライフルでピンポイント、これでいいんじゃない。12000で、ビッグディアスクレイバーズか。これで5になってくれればいいけど、さすがに2レベルは上がらないよな。上がらないよね。
そうだな、サダラン倒して引くくらいかな。まあ反撃はしておこう。26000、結構あるね。まずサルベージをかけて、経験値ブーストが使えるね。取得量アップ、そこからガンダム4号機でまた例によって狙おう。さてこれで終わりだ。こいつ迂闊に前に出るから。バカな、こんな場所で。6レベルまあ経験値ブーストかけたからね。ハマーン・カーンとグレミー・トト、この二人の死によってネオジオン構想と呼ばれる戦いはついに終局を迎えた。ザビ家の血を利用したハマーンのネオジオンはザビ家の血を継ぐとされるグレミー・トトの反乱により崩壊の道をたどることとなった。そしてこの勝利はたった一隻の戦艦と数機のモビルスーツ、ジュドー・アーシタをはじめとする都市派も行かぬ子供たちによってもたらされたものだった。サイド湾に待機していた連邦軍とエウーゴの艦隊が到着した時には全ての戦いは終わっていたのである。今頃来るなんて、今頃大人たちは、あんたたち何にもしないで地球に住めると思ってんの？やめなさい、ジュド。何を言ってもわからない人にはわからないわ。それじゃあ死んでいった連中たちはどうなる？いっぱい死んだんだよ、いっぱい。分かっている。気に入らないなら俺を殴って気を済ませろ。そんな、うわー。若きニュータイプたちが導き出した平穏は人類の新たな可能性を知らしめる道しるべとして人々の記憶に刻まれていく。戦いの終わりを見届けたジュドー・アーシタとルールカは人類の新たな可能性を見つけるために地球圏から離れることを決意した。新たな時代の到来を予感させ、今木星へと旅立つ。そしてその手に取り戻した最も価値のある報酬。リーナ、リーナなのか。やっぱりリーナなんだな。お兄ちゃん。月の地平線から地球が姿を現す。その水の惑星をジュドーは見つめてつぶやいた。人は一つにつながることができるって誰かが言ってたけど、俺は信じる。そうだろ、カミーユ。さあ、ただーん。おお、ダブルゼータチームが使えるようになった。トックでミートと。骨格から見るか。
ジャムルフィ持ってるよね。一応ちょっと確保しとこう。え、量産型バウってどうだったっけ忘れたな。ガルスジェ被ってたら後で解体しよう。金もだいぶ増えてきたな。戦艦作るか、サダランあたりを。そうか、こいつユニットユニット開発で見れば全員いるかな。もう誰がどこにいてっていうのが全然覚えてねえな。ガザイとかいたな。あれザークスリーとか持ってなかったっけ。なんか持ってた気もするんだけどジャムルミはまあさすがにいるよね。全然記憶違いだったな。ザクスリーいます。ちょ、ダメじゃんレベルが足りぬ。ここはここもレベルが足りねえな。作るか、アッシュマー別に作りたくないけどな。アッシュマーになってしまった。ガブスレーから作っていこう。ここもまだゼータだからね。ゲーマルクは特にもうやるもんがない。ここら辺はあんまり買ってないな。で、フルアーマーダブルゼータ作ろう。リックリアス、あ、待機させちゃったよ。リックリアスは100式と。ゼータプラス、どっちにするか。こっちから作っていこう。ハミングバードよくわかんないけど、宇宙でしか使えない。まあいいや。あとはユニットを設計して、誰もできないと。アッシマーができたから、ブランブルターク、いらん。はい、というところで、ダブルゼータが終わりましたので、次回はニューガンダムの方ですね、やっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。